こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の白レザースニーカー新定番はこれだというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。白レザースニーカーというのは僕の動画の中でもよく出てくるかなと思うんですが、おしゃれが苦手な方から中級者まで結構ですね、一足持っておくと間違いのないような大定番スニーカーかなと思ってるんですね。様々な着こなしにも合いやすいですし、大人っぽく綺麗な雰囲気も漂うので、まあ一足持っておくと便利かなと思ってるんですが、まあこの白レザースニーカーにおける大定番はですね、僕の動画の中でも何度も何度もお伝えしてきている白のスタンスミスで間違いがないかなと思うんですね。ただこのスタンスミスもですね、最近はちょっと変更がありまして、これまではですね、レザースニーカーだったのが、サスティナブルな素材使いということで合皮が使われるようになったんですね。この素材の大きな変化があったためにですね、僕がよくお伝えしているレザースニーカーという範疇からはちょっと外れてしまったかなと思ってるんですね。まあ、正直スタンスミスの素材感、合皮になっても見た目はほとんど変わらなくて非常にですね、出来がいいかなと思うんですね。しかも合皮にすることで雨だとか汚れにはある程度強くなるのでメリットもたくさんあるんですが、その一方でレザー特有のですね、質感、履いてるうちにですね、どんどん味わいが出てくるような経年変化の楽しさだとか、そういったところはどうしても出にくくなってしまっているので、そのあたりの素材の変化による賛否両論は結構あるんじゃないかなと思っています。もちろん環境配慮した素材使いというのは素晴らしいかなと思うんですが、まあレザーの素材感がいいよねと思っている方はですね、結構少なくないかなと思うんですね。そこで今回ご紹介したいなと思っているのが、こちらのスニーカーなんですね。まあ実際に購入をして持ってきたわけなんですが、こちらはですね、コンバースのオールスタークップというモデルなんですね。こちらがですね、最近見かける機会がちょこちょこ増えていまして、僕もずっと気になっていたんですね。まあ、スタンスミスはもちろん定番的でいいんですが、それに代わるようなベーシックなスニーカーないかなと思ってたところ、これがですね、やっぱりバランスがすごく良かったんですね。まあ、ポイントはいくつかありまして、まずはですね、白レザースニーカーにおいて最も重要なことは、デザインがシンプルで、どんな着こなしにも馴染みがいいことかなと思ってるんですね。その点、こちらのオールスタークップに関しては、スタンスミスよりもさらにですね、デザイン的にはシンプルですね。無駄な部分が一切ないんですね。まあ見ていただいてもわかる通りですね、本当にプレーンなデザインなんですね。まあスタンスミスといえば、このタンの部分にですね、スタンスミスさんのイラストが書いてあるのが特徴的だったんですが、こちらのオールスタークップに関しては、このタンの部分にオールスターという文字が、刻印されているんですね。色はシャンパンゴールドで上品、なおかつですね、そんなに目立つ形ではないので、すごくシンプルな服になっているんですね。あとはソールの部分もスタンスミスはですね、ちょっとこう切り替えがあって色が変わってたりするんですが、そういった部分もなくて本当にシンプルな作りになってるんですね。このデザインのですね、無駄のなさというのは非常にバランスがいいかなと思っています。そもそもコンバースのオールスター、皆さんもご存知かなと思うんですね。スタンスミスももちろん名作中の名作なんですが、このオールスターもですね、もう間違いのない定番中の定番アイテムで、僕自身はですね、よく履いていたのは学生時代ですね。ほぼ4年間オールスターばかりを履いていました。当時はですね、ブラックのハイカットのですね、オールスターを履いていまして、なるべくシンプルにしたかったので、白いステッチをですね、わざわざ取って、オールブラックにして、なおかつですね、紐はレザーの革紐に変えてですね、履いていたわけなんですけども、そのオールスターが僕の中では本当に気に入っていて、4年間で3、4足ぐらいかな、リピートして履いていたんですが、僕がですね、オールスターを買ったのはそれ以来ですね、しばらくご無沙汰していたんですが、オールスターが持つカジュアルさをですね、すべてアップデートして、綺麗な大人っぽいレザースニーカーにですね、仕上げたのが、こちら、オールスタークップなんですね。オールスターの特徴としては、金属のハトメがあって、そこがですね、カジュアルな雰囲気もあり、一つのアクセント要素としても効いていたんですが、そういったディティールはですね、用いらず、本当にシンプルな作りになってるかなと思います。そしてこのシルエットもですね、適度に丸みがあって、尖りすぎずに、かといって丸すぎず、本当にバランスがいいかなと思ってまして、これはですね、まさに大人の男性に適した一足になっているかなと思っています。表面の革の感じなんかも滑らかですごく上品なんですね。チープな感じが全くしないんですね。まあ、この点は現在のスタンスミスと比べても
防火だからといって明らかに質感が違うかというとそんなことはないかなと思ってるんですが、やはり長い時間履いてると差が出てくるかなと思うんですね。レザー製ということで履いてるうちに少しずつ足に馴染みも出てきやすいですし、革自体もですね柔らかくなってくるので、そういった点レザーの特徴というのがですね存分に楽しめるのかなというふうに思っています。そして結構ですね足を入れてみると履き心地も良かったんですね。オールスターってもともと僕の中ではあんまり履き心地のいい靴というイメージはなかったんですね。まあ値段もリーズナブルですし、そんなに履き心地の良さを求めるような靴ではなかったので、それはそれで良かったんですが、こちらのオールスタークップに関しては履き心地も割と良かったんですね。ちょっとインソールを見ていただきたいんですね。ちょっと硬いので出すのが大変ですが、はい、こんな感じでインソールが入ってるんですけども、しっかりとですね立体的な構造になっていまして、ソール自体にもですねクッション性があり、これがあるおかげでかなりですね足へのフィット感も上がりますし、長時間履いても楽なんですね。このあたりの反発性のあるですねソール使いもなかなか作りがいいんじゃないのかなというふうに思っています。ただですねサイズ感はちょっと注意が必要かなと思ってまして、皆さんにはですね Amazon のレビューなんか見てもらうとすごくいいかなと思うんですね。結構ねこちらのオールスタークップ Amazon のレビューもめちゃくちゃいいんですね。まあ、その中でちょっと気になったのはサイズ感がですねちょっと大きめという項目だったんですね。まあ、実際のオールスターよりも確かに見てみるとですね大きい感じがするんですね。ですので僕は普段ですね26センチぐらいのスニーカー履くことが多いんですね。足の実寸で言ったら25センチちょっとぐらいなんですよ。ですのでランニングシューズみたいななるべくコンパクトで足にフィットした形で履きたいものは 25.5 センチを履くんですね。ただカジュアル使いのスニーカーに関してはさらにハーフサイズ上げて26センチを履くことが多いんですね。ですがこちらに関しては僕は 25.5 センチを選びました。ただ感覚としては普段履いている26のスニーカーと同じぐらいなので、ハーフサイズぐらいですね下げてもらうといいんじゃないのかなと思っています。まあ、いずれにしろスニーカーというのは個人的にはですねピタッとフィット感のある形で履くよりは、僕は本当にめんどくさがり屋なので結構紐をしたままの状態でガバッと履いてしまったりもするので、ちょっと大きめでサクッと着脱ができるのが好きなので、やや大きめでもいいかなとは思ってるんですが、ただいつものサイズよりは少し小さめを選んだ方がバランスがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、価格もね 1万5000円前後というところでちょうどいいと思うんですよね。まあ、白レザースニーカーって他にも選択肢がたくさんあるんですね。まあ、セレクトショップのオリジナルもありますし、そういったものでも1万円台前半とか、あとは中頃が多いかなと思うんですが、名作と呼ばれているコモンプロジェクトの白レザースニーカーなんかは5万円ぐらいするので、まあ、結構高価ですよね。まあ、しっかりとした靴のブランドのレザースニーカーって2万円、3万円を超えるものも結構多かったりするんですが、まあ、その中で1万5000円前後ということで比較的買いやすいというところが、まあ、一つのポイントにもなってくるかなと思ってます。もう僕もですね仕事柄いろんな白レザースニーカーを見てきましたが、最もプレーンでバランスの取れてるのはこのオールスタークップで間違いがないかなというぐらい完成度が高いかなと思ってます。ただあまりにもシンプルなので、その点はですね中級者ぐらいの方になってくるともう少しアクセントがあってもいいかなと感じる方もひょっとしたらいるかもしれないんですが、おしゃれ初級者の方だとか定番的なものが欲しい方だったらこれ間違いのない選択かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしてみていただきたいなと思ってます。まあ、この後ですね実際にコーディネートの中にこちらをですね取り入れながらどんな見え方になるのかちょっと見てみたいなと思っています。本当にねこの一足あれば様々なコーディネートができますので、主にですねボトムスとのバランス、このあたりについて皆さんに見ていただきたいなと思っています。はい、実際に履いてみました。どうでしょうか。まあすごくですね形としては綺麗ですね。丸すぎず尖りすぎずバランスのいい一足になってますし、まあ足へのですねフィット感もすごく良かったですね。まあ先ほどもお伝えしましたが、あえてハーフサイズ下げて履いていますが、まあこれぐらいでちょうどいいかなと思いますね。通常のサイズにしてもそこまでですね大きな違和感があるわけではなさそうなんですが、ただハーフサイズ下げた方がよりですね普段のサイズ感には近いかなと思うので、そのあたりは皆さんの参考になればなと思ってます。今ボトムスはですねグローバルワークのアーバンスラックスですね、そちらを合わせています。まあいわゆる僕の動画の中でよく出てくるようなイージースラックス系のものですね。まあブラックのパンツなんかにも相性は抜群にいいですね。ですので、まあこういった形でちょっと着こなしの中に明るさを出してあげるのもすごくいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、ソックスの色は今ですね、靴と同色のホワイトにしていますが、まあ、グレー系とかですね、ネイビーだとかそういったもので、濃い色で合わせてもらってもいいかなと思うので、まあ、すごくバランスのいい仕上がりかなと思いますね。もう本当に王道、定番という形で、上品さが漂う着こなしが簡単に作れるかなと思っています。はい、ということでボトムスを履き替えていました。今度はですね、きれいめのクロスラックスからカジュアルなデニム系に変えてみたわけなんですね。僕が普段から愛用しているレッドカードのですね、グレー系のデニムに合わせたわけなんですが、こういったカジュアルなボトムスにももちろんですね、相性が良くて、ボトムスはカジュアルで靴に関しては少し綺麗な感じが漂うので、カジュアルときれいめのバランスが整いやすいので、こういった使い方もありですね。スラックスのような綺麗めなボトムスからデニムのようなカジュアルなものまでバチッとハマってくるので、すごくこちらもバランスがいいんじゃないかなと思っています。これぐらい綺麗めのレザースニーカーだったら、僕が今着ているようなジャケットとの相性もいいですし、場合によってはビジネスカジュアルのシーンでも使うことができるので、そういった点でもかなり使える範囲は広いんじゃないのかなというふうに思っています。似たような白スニーカーって他にもたくさんあって、キャンバス系のものなんかもありますが、そういったものに比べると良いですね、大人っぽく上品な雰囲気も漂うので、そのあたりがレザーの特性かなと思うので、まあ、様々なシーンで使っていただきやすいような名作に仕上がってるんじゃないのかなというふうに思っています。せっかくなのでもう一パターンお見せしたいなと思ってるんですが、僕が今履いてるのはオリーブ色の少しですね、フィット感も緩いものをですね、履いているわけなんですね。これはですね、秋冬のプラス J のボトムスなんですが、まあ、いわゆるカーゴパンツのような見え方をしてるかなと思っています。まあ、サイドにはですね、ポケットはついてないんですが、ほぼミリタリーなパンツに見えるかなというふうに思っています。まあ、このようなカジュアルなボトムス、ワイドフィットなものにもですね、白レザースニーカーめちゃくちゃ相性がいいですね。パンツがカジュアルだからこそ、足元はちょっと綺麗に振ってあげた方がバランスがいいかなと思うので、こういったちょっとこう最近トレンドになりつつあるミリタリーパンツとですね、オールスタークップ、非常に相性がいいので、このような着こなし方もぜひ皆さん取り入れていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではスタンスミスに代わる新定番の白レザースニーカーとしてオールスタークップを皆さんにご紹介させていただきました。ちなみにこの動画案件ではありません。僕が自腹で買って勝手にレビューしてるわけなんですが、非常にバランスがいい一足だということを皆さんにも分かっていただけたかなと思っています。まあ、白レザースニーカーというジャンルだけでも結構選択肢が広くて、僕は様々なものを持っているんですね。まあ、このオールスタークップもそうなんですが、あとはジャーマントレーナーだけで2足持ってたりだとか、さらにはナイキのですね、ちょっとクラシックなスニーカーだとか、他にも選択肢があるわけなんですが、まあ、その中でも最もベーシックで使いやすいのが、このオールスタークップなのかなというふうに思っています。スタンスミスはもちろんいい靴で、まあ、特にですね、雨だとか汚れに強いという点、そして環境を配慮しているというですね、サスティナブルな側面、ここにおいてはですね、唯一無二の選択なので、そちらを優先するというのも、もう全然ありだと思っています。ここは好みの問題、価値観の問題かなと思ってるんですが、まあ、レザーの上品さを楽しみたいだとか、足への馴染みというところをですね、しっかりと楽しみたいという方には、こういったレザースニーカーありかなと思ってるんですね。まあ、意外とこういったレザー製の良さっていうのは、しっかりと手入れをしながら履いていればですね、ある程度長く持つというところもあるのかなと思っています。まあ、これからですね、僕もガンガン使い倒して、この経年変化を楽しみながらですね、オールスタークップの良さというのをですね、実感してみたいなというふうに思っています。オールスタークップに関してはですね、僕の動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただいたりだとか、まあ、最近はセレクトショップでも取り扱いがあったりだとか、お近くの靴屋さんとかにもあるかなと思うので、ぜひそちらを試しながらですね、オールスタークップを体感していただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っています。ぜひ今回の動画を見ていただいた方には、皆さんがお気に入りのですねスニーカー、どんなものがあるのかコメント欄に書き込んでいただければなと思っています。そちらを見ながら僕自身も勉強させていただきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。